三崎口駅は、神奈川県三浦市初越町市も宮田にある、京浜急行電鉄栗浜線の駅。道線の終着駅である。駅番号は、KK72、国道134号に面した場所にあり、三浦市の中心市街地である三崎までは4キロメートルほど、離れている。建設当初、栗浜線の終点は、油壺駅とされていたが、自然破壊の恐れがあることなどから、 用地の取得が困難を極めたため、暫定的なターミナルとして、バスとの連絡に便利な国道134号との交点に当駅が建設された。駅名は、三崎への入り口という意味合いから付けられたものである。その後、油壺駅までの延伸については、2016年3月16日に行われた決算発表で事実上凍結されている。当駅は京急電鉄並びに、 関東地方の大手手鉄では最南端の駅でもある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ただし、地形の関係で、三浦海岸側は、高架、終端側は掘り割りである。終端側では、国道134号をくぐる部分まで線路が付設されており、その先には、京急の変電所が設置されている。乗り場は、東から1番線、2番線となっており、 両ホームは区別なく使用される。三浦海岸駅までの区間は単線だが、複線分の用地が確保されている。改札は1カ所で、ホームへは階段及びエスカレーター、エレベーターで連絡している。なお、2ドアの2100系電車で到着した場合、座席の方向転換が行われるため、乗客の降車後一旦ドアを閉めて、座席の方向転換終了後に乗車となる。 2008年12月10日から、三浦市三崎地区が舞台となっている山本幸太郎とウィークエンドの楽曲、三崎巡りをアレンジしたものを接近メロディとして使用していたが、城ヶ島へのアクセスが向上したことを記念して2017年1月13日に北原白秋が三崎滞在中に作詞した歌、城ヶ島の雨をアレンジしたものに変更した。メロディはいずれもスイッチの制作で、 編曲は塩塚博が手掛けた。2019年度の1日平均乗降人員は16,683人で、京急線全72駅中45位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員は、下表の通り、当駅は、給料部に位置し、標高は、約32メートルと京急の駅としては、最も高い。周辺には、キャベツやスイカ、 大根などの畑作地と雑木林が広がっているが、大規模な宅地開発も行われている。また、商業施設の開発を行う計画もある。京浜急行バスにより、三崎や油壺、横須賀市西部への路線バスが運行されている。駅前はバスターミナルとなっており、当駅を奇襲点とする系統も多い。路線の詳細は、京浜急行バス。 三崎営業所と京浜急行バス絹笠営業所を参照されたい。なお、元日には初日の出干賞のため列車と連動して城ヶ島行臨時バスが運転される。ありがとうございます。